はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。はい、皆さんどうでしょうか。ニトリとかさ、無印良品とかで、まあ、CM でやってるとさ、なんかうるさいな、風が通ってきた。ね、冬のインテリアこういうのが売ってますよと、こうすれば冬っぽく暖かく過ごしますよみたいな、まだ夏になればね、夏になったでこうすれば楽がいいですよとかって、楽ござみたいなのを引いた方が涼しげでいいですよみたいな感じでやってたりするんだけど、なんかね、まとめてそのものを全部欲しくなんないですか。丸ごとそのインテリアの、まあ、4畳半とかさ6畳ぐらいのあれってね、ニトリとかに行けば、まあそのインテリアをこうすればいいですよみたいなイメージ画像、イメージ画像っていうかイメージとしてこうね立てられてる部分があるんじゃないかな多分。それをさ丸々さ欲しいって思わない？コーディネートしたものをそのまま買ってさ自分の部屋にこうやりたいって思うんだけど、まあね、その趣味があればね、無印とかでも、意外にね、これは好きだけどこの食器は嫌だとかさ、うちはね、その春夏秋冬の何変わるじゃないですか、食器をさ秋用に変えようとか冬用に変えようとかさあると思うんだけど、一緒っすね、春夏秋冬全部一緒ダメなんだけどね、本当はね、変えた方がいいと思うんだけど、まあ、そういうことはねないんですよ、でそういうのはね、じゃあどうすればいいって旦那さんにね、まあ、こういう鍋の受け取り皿みたいなのをじゃあ買おうかと、まあ、冬じゃない春ぐらいに行くとすると、やっぱ桜のものモチーフにしたものだったりだとかね、もうすぐ夏になると、まあ、夏に関連した貝殻とか人手だとか夏に関するような、まあその受け取り皿っていうかさ、そういうのがあるんだろうけど、うん、でどうすればいいって言ったら、いやどれでもいいって、あなたのセンスに任せますって言って、センスがないから聞いてんでしょって、ちょっと怒り気味でも、いやどっちでもいい、どれでもいい、あなたのセンスに任せますって言ってて、怒らせるのが得意ね、もう考えてって言っても、いや考えたくないって、そう言われるんで、もう文句言わないねって、後で文句言わないねって、文句言ったらもう叩き割るよっていう感じで言ってて、もう作んないよって、そのようなことを前に言ってたりとかしております。なんかうるさいな皆さんどうですかね、そういうのを丸々こうこの、まあ、机の周りのものとかさもう含めたものを全部丸々こうね欲しいって思う時ありませんか、もしよろしければご意見いただけたらと思います。ちょっと短いですけどね。それでは皆さん、さようなら。